14日の癖地域は青空が広がり、癖リバーサイドフェスティバルの会場の旭川河川敷には帰省中の親子連れなどが大勢詰めかけました。開会セレモニーでは実行委員長の岡田悟さんが、7月の豪雨では市内でも甚大な被害がありましたが、こういう時だからこそ明るい話題と楽しみ、そして笑顔あふれる場所を提供したいという思いから開催させていただきました。ふるさとでのひとときを家族や友達と一緒に楽しんでくださいと挨拶しました。クセリバーサイドフェスティバルはクセ地域の有志で作る実行委員会の主催で開かれています。暑い中でございますが、お盆休みで帰省している人たちも集まって休校を温める場として定着していて、今回で31回目を迎えました。会場内には有志のグループによる出店や団体による PR のブースが出されました。真庭消防署は消防服の試着と消防車の乗車体験ができるブースを、また市役所の環境課は湯原温泉の温泉水を入れたプールで涼んでもらおうというブースを出していました。こちらは温室効果ガスの排出量を削減するため省エネ・低炭素型の製品への買い替えや省エネを意識したライフスタイルを選択しようと呼びかける取り組み、クールチョイスをアピールするブースです。会場ステージ向かって右手にございます。またステージではダンスグループのダンスや和太鼓の演奏が披露され、さらにクセ音頭や平成クセ音頭で盆踊りの輪が広がると、会場の盛り上がりは最高潮に達しました。そして午後8時20分、来場者が待ちかねた2000発の花火が夜空を彩りました。旭川の対岸から打ち上げられる花火は、まるで見ている人たちの真上で大輪の花を咲かせたかのような迫力で、打ち上げが終わると大きな拍手が沸き起こっていました。花火の後にはロボット掃除機やゲーム機などが当たる抽選会が行われ、にぎやかに夜が更けていきました。14日に開かれた落合納涼盆踊り大会は、落合垂水の住民会を中心に老人クラブや商工会女性部が実行委員会を作って開いています。落合サンプラザ横の会場では、浴衣姿の子どもたちをはじめ、帰省客や地元の人たちが会話を弾ませながら並んだ夜店を楽しんでいました。落合納涼盆踊り大会は、地域の人たちやお盆時期に帰省してきた人たちとの交流を深めようと毎年開かれています。盆踊り会場には落合小学校の児童が手作りした灯籠が飾られ、夏の風物詩の雰囲気を盛り立てました。
日が沈んだ午後7時ごろから櫓を中心に輪を作って落合音頭や炭鉱節などを踊りました。落合音頭は地区の子どもたちは運動会のプログラムとしても恒例で、大人から子どもまで慣れ親しんだものです。色鮮やかな浴衣姿の人たちやジンベエ姿の人などが加わって、踊りの輪は徐々に大きくなっていきました。盆踊り大会ではこのほかステージイベントや毎年恒例のスイカの早食い競争などのイベントもあり、訪れた人たちは暑さを忘れて盆踊りや交流を楽しんでいました。落合納涼盆踊り大会実行委員会の伊藤忠実行委員長は、久しぶりに顔を合わせる人もいて賑やかにできてよかったです。7月の豪雨災害からおよそ1ヶ月経ちますが、この盆踊りで元気を出してもらい、暑い夏を乗り切ってほしいとしています。